ムーンプリズムパワーメイクアいただいてありがとうございます。今日はコスプレを、コスプレじゃない、メイクをしていきたいと思います。ちなみにこのカラコンは、クオリテのカラコンなんですけど、クオリテのカラコンがもう生産終了しちゃったみたいで、これ結構前に買ったワンデーのカラコンなんですよ。で、まあ、ドルチェのカラコンもすごいおすすめなので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それではムーンプリズムパワーメイクアップ。まずウォッチズポーチリアルスキンケアモイスチャーベースを塗っていきます。クマやくすみを防いで透明感のある明るい肌にしてくれます。次は毛穴パテ職人の BB ファンデーションを塗っていきます。私はそばかすとかほくろ多いんで、綺麗に消すためにまずこれをしっかりと塗っていきます。その後メイベリーのファンデーションをしっかりと塗っていきます。もう今回はトントントンと結構厚塗りにやっていきたいと思います。やっぱね、アニメを表現するっていうんで、そばかすほくろあったらダメでしょ。あと私ちょっと若干最近クマができてきたので、軽くつけていったのと、あとはまあ立体感を出すっていうのもあって、明るめのファンデーションを目の下に塗っていきます。こうすることによってほんまにこう立体感が出て綺麗な骨格に仕上がります。次はケイトのアイブロウを軽く塗っていきます。今回は金髪なんで、あんまりそんないつもみたいに濃くしないです。ヘビーローテーションのイエローブラウンを使っていきます。眉毛の色をね、抜いていきます。はい、ブライトアップコンシーラーで眉毛の下を整えていきます。もういつものお決まりのパターンですね。まあこれはほんま欠かせなくて、絶対にね、これはないとやっぱ眉毛の下をきれいに整えれないんで、まあ、こういう感じでコンシーラーブラシでしっかり整えていきます。今日はグラデーションなしです。はい、次アイシャドウいきます。カイリーのクリスマスコフレのアイシャドウです。これの一番明るい色をちょっとずつ塗っていってグラデーションしていきます。くぼみ出すためにここら辺をこうしっかりと塗っていきます。カイリーのアイシャドウほんまに発色いいですよ。星というイメージなので、まあ、火星、木星、金星とね、まあ、輝いてるというイメージなので、シルバーを目のまぶたに塗っていきます。次は、いつもよりかはちょっと薄めのダブルラインを引いていきます。あんまがっつりというよりかはぼかしながら塗っていくという感じですね。まあでもやっぱがっつりやな、多分みんないやいや全然がっつりやでって多分思いはるね、まあそんな感じですね。はい、で、こう綺麗なアイシャドウ、メイベリンのマスカラを塗っていきます。その後今回使うつけまつげはラグジュアリーのブラウンです。それからミンクのシークレットフローレスです。この2つつけることによってすごいゴージャス感が出るんですけど、ブラウンでちょっとエレガントな感じに仕上げてくれます。このアイラインペンシルは、フロフシのアイライナーですごい描きやすいです。下まつげはミシブルーミーアイラッシュ、ピュアヌードを使っていきます。上まつげを下まつげに使ってます。いつもこれ使ってる下まつげです。すごいねロングなので、マスカラとかわざわざせずにでも横から見ても綺麗なカールができて、すごい綺麗な下まつげになります。次ノーズシャドウなんですが、ここを一番黒い色にしますね。でその後だんだん下に薄い茶色を重ねていくんですけど、そうすることによってこう立体感が出るんですよ。こう見える側、一番上のところを暗くして下をだんだん薄くしていくと出っ張ってるように見えるので、今回それをやってみました。あとはいつも通りシェーディングをしていきます。
リップはメイベリンのリップフラッシュラストフォーレットを使っていきます。スマート、シャネルの440番を使っていって完成です。こういう感じでやってみました。こういうコスプレのセットは全部 Amazon で買ってみました。あ、ちょっとひまちゃんがなんかね、こういう感じでいつも着てます。はい、いつもやって、はい、こんな感じです。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ということで今回はセーラームーンメイクでした。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。